今ギリギリ入っちゃった何やったよ、ちゃんとしろよ。お客様何揃ったんだぞ。へいらっしゃい、へいらっしゃい、へいらっしゃい。高塚智人です。俺の指は竜の爪。長塚拓馬です。ヒーハー、誰が俺をこうした。堀江純です。どういうこと。本当だよ、誰がしたんだよ。そしてゲストじゃない、青春プレゼンツラーメン男子33杯目始まりました。イエイ。33回で3人揃った。いや本当にそうなんですよ。せやで、うん、あのですね、はい、なんと3人揃うのは1月ぶり、うん、2月ぶり、2月ぶり、うん、2月ぶりということで、そう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 、とんでもない期間。久しぶりじゃん。久しぶりじゃん。みんな元気してた？あんたたち元気してた？あ、私全然元気でやってたけど、あんたどうなんよ。あたいだってあんたらがいなくても元気でやってたっつーの。そうなんだ、私はちょっとみんながいなくて寂しかったな。ただにゃんこ、やめてよにゃんこ、そういうのやめ。やっぱり寂しかった。3人揃ってのはラーメン女子じゃない。そういうの思ってた、うん、だから今日すごい嬉しい。あんたがそんなこと言うなんて珍しい。きっと明日は氷が降るわね。そうね、ちょっと見て、あそこにすごい素敵なメンズがいるんだけど。ちょっと、どういうこと。ちょっと誰、誰紹介してよ。ちょっと紹介してよ、名前教えてよ。ちょっとみんな生きてる。俺も鈴垣屋もなんとか生きてるよ。高坂あっちです。イエイ、よしよし。高坂さんが来たぜ。いや、来てくれました。来てくれましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。高坂さんはなんとですね、うん、ラーメン男子10杯目、うん、2019年2月22日以来ということで、うん、2年4ヶ月ぶり2回目の出演になります。そんなに前なんだね。そんなに前ですね。マジで信じられない。マジマジマジ、半年ぐらい前のさ。いや本当そう、ね、気分よ、うん、長くても1年前ぐらいだよね。そう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 、だってずっとスーちゃんのこと言ってたもんね。2年4ヶ月スーちゃんのこと言ってたんだ。そうだよ。ちょっと待って、2年4ヶ月俺ら何の成長もしてないの。マジだよ。おー、そうなんや。本当に信じられない。だってさ、さっきもさ、つむはじ言ったけどさ、この2年4ヶ月でね、うん、夜遊びっていうグループがデビューして紅白まで行ったりしてんだよ。そうだよ、僕らも紅白行ってねえぞ。おい、俺らはこの番組か。これ来てた。紅白行きてえぞ。そういうことじゃないのよ。そういうこと言ってんじゃないんですよ。歌作れやじゃあ。歌作れ、歌作れや。2年4ヶ月行きたいならバンド組んでくださいね。はい、そんな感じで、まあ本当久しぶりの高坂さんなんですけれども、うん、まあ1回目はね、かなりのね伝説をこの須賀家、同じくね、そうそうそう、須賀家さんのラーメンを紹介させていただいて、かなりの伝説の回になって、うん、僕の中では未だにトップ3レベルで記憶に残ってる回。いや多分皆さんもそうじゃないかな。たびたび話題になりますからね。たびたびね、あの回は、うん、どう話題になるの。その、いや、なんかやっぱ電子の海がね、うん、一番やばい回だったり。消えた数、消えた数。今日戻ってくるのかな、うん、今日もよろしくお願いいたします。はい、いつもどんな時も食べたいものといえば美味しいラーメン、うん、そんなに美味しいラーメンを食べたいなら今から作って食べてしまおう。それがラーメン男子です。せやね、みんな用意したか。ラーメンしたか、したか。飯テロするぞ、これから。番組後半は会員限定放送となっており、会費は1ヶ月税込み550円です。よろしくお願いします。お願いします。後半はチャンネル放送のみとなっておりますので、ご入会のほどよろしくお願いします。お願いします、番組の感想をツイッターでつぶやく際はハッシュタグの後にラーメン男子と書いてくださいね。最近のラーメン男子はレギュラー陣のスケジュールの関係でラーメンぼっちや二人ラーメンになってました。そうだよ、今回久々にレギュラー3人、そしてゲストをお迎えして本家ラーメン男子でお送りします、うん、ということで皆さん本当にお待たせいたしました、うんうんうん、どうですか、みんなそれぞれ頑張ってたと思うけど、うん、まあそれこそぼっちで頑張ってたのは旬が多いかな。そうなんね、うんうん、まあね、ちょっと大変な方と二人きりにされたりして、うん、もう檻の中で檻の中で大丈夫、食われなかった、うん、大丈夫だったからよかったね。ソーシャルディスタンスがあったからよかったけどさ。アクリルが守ってくれた。アクリルがなかったらマジで食われてたよ。檻がなかったら本当に逆に良かったのかもしれないね、この時期に。今、うん、
うん、俺逆にすごい気になってたのはさ、このホズミが来た時の回ね、うん、あー俺が一番距離が近いであろう俺がなぜいないっていう、そうなんだよ堀江さん合わせのさゲストでしょっていうことで、うんうん、俺らは共通点というかその共通策とかもないしないしからね、微妙な距離感だった、ね、独特な空気感は流れてる、うん、確かにそうね、うん、そうずっと女装の話してたよ本当に、うん、どういうことなんかホズミくんが女装好きみたいな話をして知ってます高坂さん、あのホズミくんって女装がすごいんですよ、うん、いやでもマジですごいんですよ、まあ、好きなのかちょっと分かんないんですけど、うん、クオリティがとにかく高くて、そうホズミユーナ、ホズミユーナで、次回出てくれるときはでもユーナちゃんで出るっていうことはもう約束したので、そうなんだ、そう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 、あいついいのか、いやマジで可愛いんですよ、うん、あ画像が、うん、かわいい、僕らには見えてます、うん、何これ、なんか自分でもすごいこだわりがあるそうで、うん、ちょっとでも男に見えないようにするみたいな、いろんな、しかもメイク試してるやん、そうなんですよ、そう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 、いろんな子になるっていう、探求心がすごい子なんだね、うん、女装のね、なんかコメント見てたら高坂さんの女装もすごいって、あそうなんですか、これは本当に番組でプロの方にやってもらってるからそう見えてるだけであって、こういう風に多分自分でやると全然こんなのないよ、でも穂積くんもプロの方に、あそうなんだ、そうなんですよ、あああ、そうそう、高坂さんも女装してる、あ、かわいい、あそっか、あの時だ、そう千葉市を、あの時ね、メインでやったやつだ、そうそうそう、清楚女子じゃないですか、そうなのよ、だって高坂さん顔小さいもんな、ま、ね、そうだ、俺これで野上さんの女装見てゲラゲラ笑ったんだやめとけ、やめてやれやめてやれ、ちょっと待ってこれ何これ、これ去年のハロウィンの時ね、すげえ、これこれ堀江が一番好きな女の人、これめちゃくちゃ好きこういうのがタイプなのあれも確かになこういう系だよな、うん、ええこれマジ何これ、何これやば、うん、これちょっとね頑張ってやったやつだね、うん、こうなんていうのかな、メイク濃いめの、うん、あのちょっと妖艶な感じみたいな、これマジでいいな、絶対武器無知じゃないですか、うん、そうそうそう、うん、これマジでいいな本当に好きなやつなんだ、これマジでいい系なんかの、こうすげえ、視界の片隅に畑中の女装も面白い、畑中やめろあるな、畑中やめろ、畑中、まあね女装ね、いやでもやっぱりね皆さん多分ね本当にクオリティガチガチになればね、うん、野上さんだってちゃんと美女になるよ、白井くんはなんか YouTube でやってなかった、それこそ、あそうなんですね、みんな女装ブームなんだ、白井さんの女装ってどんな感じだろう、ちょっと気になるね、見たいような見たくないような感じですけれどもね、今度来てもらうとき女装してきてもらう、白井さんに誰が見たいんだよせめて写真にしてくれはい、そんな感じでね、高坂さんの見た後には見れんよ白井さんの女装は、いやでもこの韓国風メイクみたいな、まあ、白井さんのもクオリティ高いね、照明むっちゃ焚いてるけど、照明がすごいこと、そうこれだってさ、うん、照明じゃん、もう確かにバチバチの加工じゃん、うんうんうん、まあ僕はコバピョン一筋なんでよろしくお願いします、なんかコバピョンガチ勢なんでよろしくお願いします、そうやって見るとでも結構やってんないろんな人、そうだね、はい、まあ、そんな感じで、高坂さんの女装も見れたところで、うん、メールがたくさん来てるので読んでいきましょう、はい、今回募集したメールテーマは出演者に聞いてみたいこと、はい、ツオッタ前回の感想でございます、はい、こちらですね、なんか頼むよ、はい、メンネーム浅井さんからいただきました、ありがとう、ありがとうございます、アサイボール、高塚さん、長塚さん、堀江さん、ゲストの高坂さん、こんばんラーメン、こんばんラーメン、こんばんラーメン、1ヶ月遅れとなってしまいましたが、うん、先月でラーメン男子も3周年を迎えましたね、おめでとうございます、おめでとう、ありがとう、私は2年前に初めて生放送をリアタイし、うん、あまりに面白すぎてそのままチャンネル会になって以降、この番組が毎月の生きがいとなっています怖いな、どの声も声を出して笑わずにはいられないラーメン男子ですが、皆さんが特に印象に残っている回やもう一度食べたいラーメンなどはありますでしょうか、今月は久しぶりにお三方が揃うのと、あのパズル消失事件を起こした高坂さんがいらっしゃるとのことで、高坂さんが俺が起こしたわけじゃねえんだよ、どんな争いになるのか楽しみでしょうがないです、これからも裏で糸を引いていた、こちら浅井さんイラストもいただいてるんですよ、え？出ますか、すげー、すごい、
後ろ、後ろにね、スーちゃんもちゃんといて、うん、ひよこちゃんもね、おのれもいますね。あれ面白かったな。おのれシリーズもみたいなやつ。すげえな、3人とも特徴をしっかり捉えて、ね、みんな似てるね、ちゃんと特徴を捉えていて、しかもなんかこのイラストさ、このなんて言うんだろう、うん、タッチに個性があってめちゃめちゃいいですね。ねえ、うん、いいですね。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、こちらをスタンプにしましょうか。確かに、もうスタンプのデザインこれでいいよ。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてですね、はい、出演者に聞いてみたいこと、はい、メネームちくわさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。高塚さん、長塚さん、堀江さん、ゲストの高坂さん、こんばんラーメン。こんばんラーメン。本日は久々に3人揃うとのことでとても楽しみにしていました、うん、先日部屋の片付けをしていたところ、懐かしいゲームたちが大量に出てきました。大量に。そこで当時ドハマりしていたアイドルマスター SP ワンダリングスターを現在プレイ中なのですが、とても楽しく充実した日々を送っています。皆さんは学生時代に一番やり込んだゲームは何ですかとのことです。いや SP むずくない？むずい、うんうんうん、SP むずいよ、うん、すごい当時苦戦したもん。いや、みたいな、うん、選択肢なんかさとかさ、むずいよね、あれ。だからわざとらしくさ、うん、いやこれだろって思ったやつと違う、やつが違うんだよね。そうそうそう。なんでだよってなってさ、そう、うん、いや絶対それはないでしょ、うん、みたいな、ね、だからさ、なんかすごいメモしてる人いた。メモ帳になんか選択肢、全部の選択肢書いてたよ。素晴らしい。これ見ながらやってる P いたよ。プロデューサーの鏡だ、それは。そういう人が攻略サイト作ってくれてんだろうな。だろうね、うん、でもワザップはね、ちょっと気をつけてくださいね、ワザップは。何の話だっけ。ね、一番やり込んだゲームは何ですか、学生時代。なんだろうな。これはモンハンですよ、私は。モンハンか。あのね、めちゃくちゃ流行ってるよね。めちゃめちゃ流行ってて、それも、うん、それこそモンハンってそれより前にもずっと盛り上がってはいたんだけど、うん、その PSP で出たっていうことになって、うん、ね、要は友達と一緒にできるっていう、みんなやってた、そ一番盛り上がってた時期だと思うんですけど、なんか子さんのモンハン P だとさ、もう P じゃねえか、モンハン P でなんだよ。プロデューサー抜けてないぞ。もうハンターさんだとさ、うん、なんかあの PSP のシャーンっていう音がないともう物足りないとか言ってディスクが回る音、あのね、ローディング中のね、不安になる音がするんですよ、うん、そうそうそう、あれがモンハンだったって言ってた。うん、あれね、やり込んだね。モンハンやりたいんだよな。次は出たらやろうかな、もう遅い感じがする。いやいやいや、まだ全然できるよ。最近じゃないのあれ。だってもうみんなラスボス倒してるじゃん。いや、まあそうだけど、まだ全然大丈夫よ。お前こっから始めんのかよみたいな感じ。大丈夫、モンハンはいつでも始められるんだ。そうそうそうか。他みんなは何かやってた？みんなは一番やり込んだゲーム。俺多分みんなとこうジェネレーションが違うから、はい、あれ多分学生の頃ってなると、うん、俺トゥーハートとかになるよ。あーなんかね、聞いたことあります。プレイステーションの本当の初期のディスク2枚組みたいな、はい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 、いいですね。そういうのでこう、まあ、あの恋愛シミュレーションゲームだったんだけど、それをねむちゃくちゃ毎日楽しみでやってた。それについてるミニゲームみたいなのがあって、まあ、そのパズルゲームとシューティングゲームみたいなのがあって、それがね、シューティングあるんだ。そう、意外にねちゃんと作り込まれてて、難易度もちゃんとしてるやつがあって、それをねむっちゃやった記憶があるな。そうなんや。高坂さん、そういうゲームもやられるんですね。やるやるやる。俺はもうときめもやってたよ。あ、いや、そうなんだ。スーパーファミコンのときめもやったよ。あのローソンの、 なんだろう、スーパーファミコンのカセット、カラカセットを売ってて、それをローソンでダウンロード、いろんなのをダウンロードできるみたいなのがあったの。あれ名前忘れちゃったけど、そんなのが。そう、それにときめもとかもあったし、パズルボールみたいなのもあったし、そういうのね、いろいろと。ギャルゲーはやるんですか。やるよ。あの、ね、やばい、シンパシーがここで橋がかかってしまった。すごいキラキラした目に橋がかかってしまったよ。何やるんですか、ギャルゲーの橋が。おすすめ、おすすめ。いやでもね、君が望む永遠とかもね、むっちゃやったな。あ、そう、あとトゥーハートでしょ、うん、ときめもでしょ、うん、ときめも2もやったでしょ、ちょっと年代を感じるな。エヴァーセブンティーンとかじゃないですか。あ、懐かしい、やったやった、そう。もうじゃあ今名作って呼ばれるものは割とやり込んでいた。だいたいやり込んだ。全然先輩だ。そう、教えてもらえると。何が好きなの。いや、僕割と結構ダカとか新しめの作品が多くて、トーンワークスさんの作品とかを結構やってて、僕は割と衝撃を受けたというか、ハマり始めたのが。基本こう、なんか
かやっぱ好きなジャンルってあるじゃないですか。そうそうそう、ガチのトーンなんだ。僕はやっぱ王道青春か、うん、あのそれね、それよりも極端に重い系のやつかみたいな。これ割と軽い感じのこう学園系が好きでさ、はいはいはい、そう、それこそ青春自体そういう青春を過ごしてこなかったがゆえにそういう夢をちょっと求めちゃうんだよね。いや、そうですよね、結局ギャルゲーってもう一つの世界じゃないですか。そうそうそう、だからやっぱり自分が経験したことのない非日常みたいなのを、うん、まるで自分が経験してるかのような記憶に焼き付く。そうなの、ね、自分の記憶になるんですよね。友達とさ、泊まりがけで進めてやったわけよ、はいはいはい、3人で、はい、まあまあ友達はそんなにハマらなかったらしくてさ、あの途中で寝ちゃった。あー、もったいない。悔しい思いがあったりするんだよね。でも僕はね、やっぱ好きなんだよね。いや、なんだ、高坂さん、ちょっともっと詳しくお話ししましょう。あと、そうしよう、そろそろあの須垣屋さんに怒られるかもしれないので。そうだったんだ、嬉しい。よ、あ、終わった終わった。お前らなんかあるか。いつまでたっても僕はね、ギャルゲーなんか2ハート2なんかね、先輩がすごい好きで、なんかルーっていう人がいるんですよ、うん、ルーって。それをね、なんか僕生徒会長に立候補させられたんですよ。どういうこと？その時にね、させられた、あの政見放送みたいなのあるじゃないですか、うん、あれでルーってやらされましたよ。やらされた。結構ちょっと可愛い。全校生徒の前で苦い思い出やね。そう、だらすべりしましたね。ルーって誰も笑わねえ。きつ、それきついね。それ終わった後陰口言われてたパターンじゃん。あいつ何だったのみたいな。うわそう、でも今となってはいい思い出だよ。そうね、うん、君は頑張ったってことさ、うん、先輩見てるか。堀江はゲームとかしなさそうだけど。いや、俺意外としてたよ。ただ人とはやんなかったけど、もう延々と自分でなんか RPG とか、うん、RPG もやってたし、うん、当時はなんかとんでもクライシスとか、うん、鈴木爆発とか、夕闇通りさんだったりとか、なんかその辺のなんかプレイステーションの、うん、ゲームをただひたすら一人でやったりしてましたね。なるほどね。なんか女神転生とか好きそう。あ、メガテンも好きです。あ、絶対好きじゃん。ですかね、まあみんなやってるよね、はい、ゲーム、うん、そうね、はい、そんな感じ。僕はスマブラでした。スマブラかい、うん、はい、スマブラは意外とそんな、え、嘘、そう、ちょ、友達いないでしょ。いや、友達いたから。君と違って友達いたからね、ごめんなさい。友達いたんだよ、僕は仲間だと思ってたんだよな、うん、すまんな、毎日友達と遊んでたわ。すまんな、残念だったな。はい、そんな感じでメールは以上でよろしいですか。まだ読みます、以上ですか。はい、以上ということで、皆さんメールありがとうございました。それでは皆さん、お待たせいたしました、ラーメン男子、うん、本日のラーメンを紹介します、うん、本日のラーメンはこちら、カップスガキヤラーメンとカップスガキヤネギラーメンでございます。待ってました。ですよ、はい、このですね、スガキヤラーメン、カップスガキヤラーメンのことをよく知るために商品の紹介をしたいと思います、うん、はい、堀江くん、準備はよろしいかな。はい、わかりました。お願いします。カップスガキヤラーメンは2000年に発売、名古屋そして中部圏を中心に高い知名度と人気を誇るラーメンチェーンスガキヤの伝統ある美味しさをカップ麺で再現、うん、コクのある豚骨ベースに和風だしを加えたスガキヤオリジナルのスープに、もっちりした食感のノンフライ麺がしっかり絡まります。夕方のニュースとかでやってるさ、ラーメン特集の声で。チャーシュー、メンマネギの具材付き。いや、俺ねるねるねるねかと思った。あ、ねるねる。堀江が変な声出すからもう字幕バグっちゃってる。スガキヤのお店で人気の期間限定メニュー、ピリ辛ネギラーメンをカップ麺でお楽しみいただけます。こちらカップスガキヤネギラーメンですね。夕方のワイドショー。細切りネギ、焦がしネギのコクとスガキヤ伝統の和風豚骨味のスープに加えたラー油と唐辛子のアクセントが食欲をそそります。具材は細切りネギ、ん、何これ、細切りネギ、うん、焦がしネギのほか、うん、チャーシューと糸唐辛子入りです、うん、世代を超えて長年親しまれている名古屋の味、うん、カップスガキヤラーメン、そして、うん、ラー油が効いてちょっと辛いカップスガキヤネギラーメン、ご賞味ください。あー、よくできました。待ってましたよ、須崎屋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、うん、今もうお湯がもうちょいということで、うん、開けて待ってください。もうお湯をいつでも入れられるように。あ、行くの名古屋に、ぜひスガキヤ食べて一緒に楽しもうな、楽しもうな。スガキヤに行ってあげて。スガキヤに行ってあげてよ。スガ
スガキは今大変だから。そうなんだ。そうよ、ホームページの新店舗情報とか見てみ、大体がちょっと閉店っていうのがね結構並んできてんのよ。今の飲食業界大変よ。誰、そんなのおかしい。助けてあげて。皆さん、あさって行く皆さん、ぜひスガキ屋に行ってください。みんな行ってね、うん、そう、252店舗あるらしいから。すげえ、すげえ、すごいわ。蓋を半分まで剥がし、火薬を入れ、熱湯を打ち煎。液体スープは先、あと液体スープ先に入れてもいいんですかね。ダメです、液体スープは蓋の上に乗せて温めます。あぶねー。じゃあ今の段階でいれられるものって特にもう何もないということか。お肉があるでしょ、お肉が。火薬、火薬だぜ、火薬な。ああ、ちゃんとしろ。いつになったらでいいんだね。火薬。あなたお願いとならないで。スーが寝てるの。てめえは火薬投入します。カップラーメンも作れねえかよな。やめてください。あの子も行きます。やめて。俺はな、こんな女と結婚するつもりじゃなかったんだよ。だよ、お見合いとかやってよ。申し訳ない。お父さん、ラーメンまた。うるせえ、止まってろ。やめて、この子には手を挙げないで。何してるの。酒持ってこいっつってんだよ。自分の子供でしょ。スガキ屋には酒だろうがよ。やめて。何回言ったのかよ。警察。お願い。警察なんか来ねえよ、こんな田舎町に。田中さん、田中さん、田中さん、私です、斉藤です。ね、お願い、田中さん、警察呼んで。田中さんは関係ねえだろ。痛い痛い。田中さんに迷惑かけんなって言ったら言ってんだろ。母さんいじめないで。よそ様には迷惑かけんなってよ。もうやめて。母さんをいじめるな。お前何をした。あなたなんてことしてるの。あち、逃げなさい、逃げなさい。母さん、いい、今やったことは絶対に忘れるの。いい、今見たことは全部忘れるの。お母さんに任せて。早く行って。ガシャ。ごめん母さん。いつどこで間違ったんだろう。俺はこんなつもりじゃない。あごいて。あごいて。結構しぶとい。まだ息の根あるんだ。幸せな家庭を。だけどまだまだお湯が沸かねえ。頑張るなこの父ちゃん。それが悪かったんだ。早く死ねえ。早く死ねえ。あのまだ高使って野郎に騙されやしなければよ。黒幕いたんだ。振るなここで。あいつか。いやいやいや、多分助かるよ。多分助かるよこのお父ちゃん。さ、俺の会社の金を持って逃げた。まだ喋ってる。まだ喋ってるよ。ルルルル。エンディング流れ始めた。エンディング流れ始めた。ロバケンスキャット？何の流れでこうなったん？やばいんだけどマジで、あの久しぶりすぎて俺も楽しもうなんて思ってたけど、このノリに俺が忘れてたわ。俺がリセットされてた。5ヶ月ぶりはちょっときつかったか。面白すぎるって。慣れてない状態のこれは面白すぎるって。はい、ということでね、うん、なんだっけ、お湯を今、お湯を沸かす、メール読むか、メール読むぜ、うん、あー動いて、頬が痛い、頬が。ラーメン、メンネーム忘れちゃうよね。メンネームポメヤマさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラーメン男子の皆さん、ゲストの高坂さん、こんばんは。こんばんは。前回の高坂さんとスガキ屋さんの会がとても面白かったので今回も楽しみにしています。ありがとう。スガキ屋さんのカップ麺は名古屋に旅行に行った時お土産&自分用として必ず買っています。素晴らしい、うん、ありがとう。いいセンスということで、出演者に聞いてみたいことですが、皆さんはここに行くとついついこれを買ってしまうというものはありますか、とのことです。ここに行くとついつい、僕はね、最近ね、もうね、ラーメン男子関係ないけど、スーパーに行くとね、レトルトのカレーを毎回買っちゃう。うん、辛口とかなんか、なんかいろんな箱に入ってる、うん、
高級なやつあるじゃないですか。はいはいはい。千利き屋のカレーとか、なんか地鶏のカレーとか、1個500円とかするやつ。はい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 。あれをね、何種類か買うんですよ。へー。そう、外食行けないから。そんなに味違うものね。違いますね。やっぱ千利き屋のはマンゴーとか入っててめちゃくちゃ甘くて美味しいんですよ。うん。あとカキカレーとかね、それすごいわかるんだけど、それをね並べると本棚みたいになるの。箱をね、箱並べるとそう本棚みたいな、そこからちょっと、ね、そういうのからだんだんこうコレクションし始めるんだよ。そうそうそう、空き箱をコレクションみたいな。でもなんだかんだね、あの銀座カリーが一番うまいって、うん、あ、銀座カリーうまいね。たどり着くよ多分、うん、それにハマってるかな。自粛期間になってみんなあります。他私もでもそのように思っていたんですよ、うん、ですが前回あのイノエルをお呼びした時にね、うん、あの終わった後にオーベルジーヌ、あ、オーベルジーヌな、カップのカレー飯今出てるんですよ、コンビニとかでね簡単に買える、あれ本当にうまくて、いや、オーベルジーヌはマジうまい。前回イノエルと一緒に食べてから俺コンビニ行くたんびにそれ買ってる、あー、オーベルジーヌの、オーベルジーヌはマジでうまい、あれ本当にうまい。そこにオリジナルでチーズ入れたらもう天国。多分もう死ぬよみんな。食ってみな飛ぶぞって感じ。そう。あの人やね、チーズ入れてみな飛ぶぞ。マジでうまかった。うん、ちなみに高坂さんは、俺最近はねコンビニに行くとゆで卵をちょっと買いがちかもしれない。あー、あの1個だけ入ってる。そうそう、1個だけのやつ、ね、買ったことない。そう、なんだかんだね、あれ美味しいのに、ちゃんと味ついてて、ちゃんと味ついてますもんね。そうなんだ、そう、温泉卵とかもありますよね。あるあるある、うん、いろんなのがあるんだけど、あ、いいですな、マヨネーズとかかけて食べたいです。全部マヨネーズじゃん。もう最終的にオーベルジーヌにもマヨネーズ入れるだろ。え、でもカレーにマヨネーズってめっちゃうまいんだよ。そうなの、そうなの。俺自分であのレトルトカレー作って最後マヨネーズとかつけて、君はなん、いや、いい感じに酸味が入って美味しいんですよ。嘘だ、そうなんだ。カレー食べ過ぎて飽きた時とかにちょうどいいかもしれない。どうは、なんかお刺身にマヨネーズうまいって聞いたよ。それだけはない。お刺身にマヨネーズはいや、うまいよ。あ、うまいんだ。てか焼いてマヨネーズかけたら、焼いたら違うじゃない。それは炙り系じゃないじゃない。炙り前はうまいよ、うんうん、そうなの。はい、ということで、あ、一回締めるということで、ああ、ダベってたらもうこんな時間、こんな時間になってしまいましたわ、はい、あれカップ麺作らないんですか。やばいわ、後半で。そっか、カップ麺後半で作るのか。まだ喋ってないの。はい、じゃあちょっとね、私も喋ってない。スーちゃんの活躍は後半をぜひ見てください。楽しみにしていただきたい。ではそろそろ番組前半の、エンディングでございます。皆さんもぜひ一緒にね、スガキ屋さんのラーメン準備してるよね。久しぶりの登場よ、ね、暴れてやるんだ。みんな待ってたでしょ。私のこと、もう私体が降ってきちゃった。それぞれ待ちきれないわ。それぞれのスーちゃんがアピール始めましたけど。ワイのデバイだよな。ねプロデュース汚いのに、一人パンツくださいとか言うんじゃないの、あんたたち。5万円からだよ。あんたはさ、下品なのよ、いつも。やめて。私だって別に安売りしてるわけじゃないの。スーの名が汚れるからやめてくれる。やめて。あんたみたいな、このブサイク。後半に取っとけ。俺から思う存分できるから。すいません。ではですね、あの、告知をさせていただきます。次回の放送ですが、まずはおまけ放送ラーメン男子33杯目もう一杯はなんと7月の9日金曜日に配信いたします、うん、そして本放送ラーメン男子34杯目ですが、うん、7月の23日金曜日に配信ということで決まっております。そんなことあるんだね。そうなんです、うん、そして、うん、ゲストに、うん、深町俊成さんが来てくれます。イエーイ、あげてけー、パラリラパラリラ、あげてけはい、まあ何を食べるかっていうのは皆さんね想像できると思うんですけど、ね、ラーメン男子の詳しい情報は各番組ツイッターでお知らせいたしますのでお楽しみに。はい、番組ではメールを募集しています。メールアドレスはラーメンアットマーク青春ドット JP です。放送画面の上にアドレスが表示されていますので、そちらで確認お願いします。この後ラーメン男子の会員限定放送替え玉です。会費は1ヶ月税込み550円です。よろしくお願いします。はい、そして、高坂さんからお知らせがあるということで、はい、よろしいですか。はい、同じ青春プレゼンツで三毛猫男子というのをやっております。前回ですね、寝転び男子という名前だったんですけれども、猫カフェがですね、まあ、なんやかんやって変わりましたので三毛猫男子というものになりました。はい、白井雄介君、浜野大君、小宮アート君、そして私高坂敦史の4人でお送りしております。毎月第3木曜日21時から配信しておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくだにゃん、うん、さて番組後半は
荒くれ暴走車に乗ってしまったスーちゃんを助けるゲーム。どんなゲーム？スーちゃん危機一髪をやります。なんで暴走車乗ってんの？それでは会員限定放送替え玉でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。飛ばすぜ。行くぜ。